たまにはぼーっとしたい時もありませんか？今回は宮城県上郡にある上富士アンサンブルコーヒーを紹介します。店内はこんな感じです。ペンションを使っているということで、木のぬくもりは感じることができました。いろんな目的で使われているペンションの1階ラウンジでカフェとして使わせてもらっているとのことです。店内ではどこかのびのびといることができて、そして何よりも景色が最高でした。今回はたまたま天気が悪かったですが、天気がいい日には間違いなく眺めは最高だと思います。店長さんとのお話も気軽にできる場所でした。とても可愛らしい店長さんでした。休日に一休み、そう思いこちらへ訪れました。心も癒される、そんな場所でした。こうした薪ストーブ置いてあるだけでもいいですよね。素敵です。これと似たのが実家にもあって懐かしく思いました。それでは3時のおやつタイムです。今回はベリーマフィンとコーヒーを頼みました。月1のヨガ教室もしているそうです。時間の流れがゆっくりと感じました。たまにはこうしてぼーっとする時間もいいのではないでしょうか。そうこうしているうちにベリーマフィンとコーヒーが届きました。美味しそうですね。普段あまりコーヒーは飲まないんですが、やはりこういった場所に来ると飲みたくなりますよね。コーヒーを眺めながら、外を眺め、そしてマフィンを眺める。最高です。それではマフィンを実食します。ブルーベリーの味がしっかりとしていて、でも美味しかったです。うまい！もうじき毎年恒例のライトアップが始まります。ぜひ皆さんも行ってみてください。私も行ってみたいと思います。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。